エレン・ブラウミューラーはドイツの陸上競技選手である。彼女は1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの女子やり投げで銀メダルを獲得した。ブラウミューラーはやり投げなどの投てき競技のほか、総高跳びや短距離走に多彩な才能を示した選手だった。ただし、同時期にアメリカのベイブ・ディドリクソンという強力なライバル選手がいて、 なかなか勝利できなかった。彼女は、やり投げでは、1930年から1932年の期間に3回世界記録を更新している。1930年には、陸上競技の女子選手権で三種競技の優勝者になっていたが、2年後のロサンゼルスオリンピックでは、女子の混成競技は実施されなかった。ロサンゼルスオリンピックでは、400メートルリレー走、層高跳び、 円盤投げ、槍投げの4種目に出場した。そのうち槍投げでは、リドリクソンについて、銀メダルを獲得している。なお、姉のインゲイ・ブラウミューラーも、陸上選手で、1928年、アムステルダムオリンピックの女子総高飛びで7位に入っている。AB アスレチックス・アット・ザ・1932、ロサンゼルス・サマー・ゲームズ。 ウィメンズジャベリンスロー2011年5月22日、閲覧。アスレチックスアットザ1932ロサンゼルス、サマーゲームズ、ウィメンズ4 0 0ズリレー2011年5月22日、閲覧。アスレチックスアットザ1932ロサンゼルス、サマーゲームズ、ウィメンズハイジャンプ2011年5月22日、閲覧。 アスレチックスアットザ1932ロサンゼルスサマーゲームズウィメンズディスカススロー2011年5月22日閲覧インヘブラウマラ olympicsa tsports referenc.com e 2011年5月22日閲覧ありがとうございます